ヘイズビースト呼吸トスカ計画。どうも、リュウです。さあ本日なんですけれども、新しいパックでね、ヘイズビーストバジリコックっていうね、ニワトリが追加されましたんで、こちらのモンスターを活躍させていきたいんですが、こいつの効果よく読みました。なんと呼吸トスになれます。強い、呼吸トスは強い。どういう風にやっていくか、これエクシーズ素材の、数によって効果を得ることができるんですよ、このモンスターで。ヘイズの癖しやがって、効果で対象にならないよっていう効果を持つことになるんで、こいつね、すごい厳しい、すんごい厳しい。出した時は必ず対象に取れます、基本的には。これね、エクシーズ素材が3つ以上あると打点が、素材の数が200アップするよ。で、4つ以上だと初めて相手のカードの効果の対象にならないと。これね、4つ以上にするのってさ、リンクスの枠で無理じゃん、基本的には。効果使わないと。だから、もう出たとき、ね、要はエクシー召喚したときには基本的にね、3個以上になっちゃうんですよ。どう頑張っても。だから、対象に取れちゃうっていう。だから、着地した瞬間にカナディアとか、着地した瞬間にインガー生産とかされると、なんもできんっていう。悲しみ背負いすぎなんだよな。リンクスは3枠しかないんでね。で、4つ以上だったらその効果対象にならない。で、5つ以上だったらカードの効果で破壊されないっていうことなんですよ。だから要するに5つだと、これちなみに5つってね、6個になるとダメなんですよ。5つじゃなくていけないんですよ。必ず5つだったら OK みたいな感じなんですけども、5つであればカードの効果で破壊されないし、4つ以上ある場合は効果では対象にならない。要は5つあった場合だけ、効果の対象にならず効果で破壊されない、つまり呼吸トスなんですよ。これを私はパーフェクトヘイズと、呼んでいるんですが、このモンスターを今回は出していきます。ちなみに打点が、3500、になるんで、3500の攻撃力を持った呼吸トスです。はい、これを今回は出していきたい。で、どうやって出していくかっていうと、モンスターやっぱ結局増やさないといけないんですよね。増やさないといけないんで、スピンクス、とか、ペルトンを使って出していくんですけども、素材を増やすっていうのがヘイズってね、今回ね、ピラーが出たんですけど、関連カードにあるかな、ピラーっていうカード、これね、これが出たんですけども、これね、使ってみた感じなんですけどもね、別に強くないと思う。1体リリース少なくできるよっていうのと、あと、ヘイズを下に、素材にできるよっていう効果持ってるんですけども、これね、こんなことしてるより正直言っていいですか、このモンスター出してるより、ビーストライザーした方が強いんですよ、基本。3500ってめっちゃ抜かれるんですよ。例えば、デストロイサムライとか、サイバーエンドドラゴンとか、月光のサーベルダンサーとか、あとエヴァリーとか選んで除外するとか、ああいうのとか、ほんとね、簡単抜かれるんだよね。だから、基本的にはヘイズでビーストライザーした方が強いんですけど、今回ロマンなんで、バジリコック、パーフェクトバジリコックを出すためのギミックを用意してきました。で、それは迷宮作成をして、とりあえず絶対にヘイズを出せるようにして、で、ペルトンと、ヒュドラが揃った時にできるんですけども、ヒュドラがエクシーズ素材に、なった場合、召喚成功したそのヘイズビーストのモンスター1体の下に墓地からヘイズを重ねられるっていう、要は素材を増やせるっていう効果なんですよ。だから、ペルトンで、ヒュドラ切りながらスピンクスとヒュドラ出してきて、で、スピンクスの効果使ってヒュドラ蘇生して、ヒュドラスピンクスで、バジェリコック出して、墓地のヘイズを2体、下に重ねると5個っていう。だからね、結構ね、コンボパーツ2枚なんだよね。ペルトンと、ヒュドラだけ。あと、スキルでいけるんで。だから結構ね、成功率はそこそこあります。20% から 30% っていったところですね。はい。早速ですね、パーフェクトヘイズビーストバジェリコックの強さを皆さんにお見舞いしていきたいと思います。弱点多すぎるけどな。デュエルスタンバイ。ペルトンヒュドラー、ペルトンヒュドラー来た、ペルトンヒュドラー来た、よし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 。いや結構揃うぞ、意外と 22% のはずなんだけどな。ガガガシスター、いいだろう。バカめ、お前のモンスターは対象に通る効果と、効果破壊する効果しかねえと俺は聞いてるぞ、バカめ。いいだろう、ババ番長の効果を発動、いいだろう。最強コケトスを盾で分からせてやるぜ貴様にな。そのデッキはエクシーズ召喚しかしないから、デストロイサムライは入っていない、エヴァリーも入っていない、ブラックローズも入っていない。まあブラックローズは聞かないが、バカめ、分からせてくれるわ。ふん、いいだろう、ソードブレイカー、バカめ、そんなクソザコモンスターでは
俺を倒すことはできない。さあセットセットセット、いいだろ、サンクスは怖いな。んードロー。あでもこれグリップスでいいのか、グリップスでいい、グリップスを特召喚。さあもちろんヘイズなので対象に取ることはできない。いけ、グリップスをリリースし、ペルトンをと、通常召喚。ペルトンのモンスター効果を発動、ヒドラを墓地の送り、デッキからスピンクス、そしてヒュドラーを特殊召喚、そしてスピンクスのモンスター効果発動、モンスターカードを宣言。俺は墓地に存在するヒュドラーを特殊召喚、そしてレベル6は3体来るぞユーマ。俺は3体のモンスターでオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚、現れろフェイズビースト、バジリコック、そしてヒュドラーの効果、さらに墓地に存在するペルトンをエクシーズ素材に加え、さらにヒュドラーの効果、エクシーズ素材が5枚、これがパーフェクトフェイズビーストバジリコックバトルフェイズ、くたばれー、うわーうわー、これがパーフェクトフェイズビーストバジリコックのパワー、最強すぎ。現在このモンスターは対象に取ることはできず、カードの効果では破壊されない、つまり相手のガガガボルトは効かない、最強だ、これが新次元の呼吸トスだ。いいだろう、いいだろう、ドロは、なるほどな。特殊からのサーベラスいけんのか、ネクロスもいけんのか、強えなおい。俺はグリプスを特殊召喚、そしてネコレオスを攻撃表示で召喚、バトル、くたばれ、これが史上最強パーフェクトヘイズビーストバジリコック、ず強すぎー。先行いいぞ、ペルトンヒュドラ来い、ペルトンヒュドラ、ペルトンヒュドラ、いや来た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 、サーベラスとヒュドラをパッてやって、でペーってペッ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 ペーってやるじゃないですか。でペルトン効果、ヒュドラを切って、でスピンクスとヒュドラ、スピンクスとヒュドラなんですよ、スピンクスヒュドラ、スピンクスとヒュドラで、これでモンスターカードを宣言し、モンスターカード、モンスターを特殊召喚、もちろん特殊召喚するのはヒュドラ、そしてレベル6が3体来るぞユーマ。俺は3体のモンスターでオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚、フェイズビーストバジリコック、そしてエクシーズ素材になったヒュドラーの効果を、あれ2回発動できるの、もちろん2回発動、そして全ての素材をこの下に入れ込むことによって素材が5枚、つまりこのモンスターは対象に取ることはできず、カードの効果では破壊されない、これが呼吸トスカ計画達成よ。来た来た、これ神ゲー来た、これ来た、呼吸トスカ計画成功、うわっやばい、これ選ばれるのではないか。やばい、これ選ばれるのではないか。ちょっとライデンいいよ、ライデンはいい、ライデンはいい、ちょっとやめてやめてやめて、ちょっとあれやめて、ルミナスやめて、ルミナスやめて、ルミナス、ルミナス、ちょやめて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 、やめて。あでも一応除外できるのか、一応除外できるから、エヴァリーはいいわ、エヴァリーはいい、いやエヴァリーはなんとかなる、でも素材がなくなってしまう、まずい。やばい。いやでも突破されないの強いな、でも言うて、ちょ対象に取られるのにはなんないから、一応いいけど、効果では破壊されないっていう体勢はなくなりますね、素材を使うと。いける、
何が来る。エバリーはいい、エバリーはいいんだ。除外しちゃったらいいから、除外しちゃったらいいから、いける。ちょ、選んで除外だ、なので、もうこれは除外する、問答無用で。ペルトン、いらねえカード来た。え、待って、でもペルトン、でも効果、これも効果発動するしかない。選んで除外されてくれたら効果を発動するしかない。飛んでいけ、飛んでいけ。よし、ペルトン意味ねえもんな、これは殴るしかねえ。対象には取れない、いまだバトルいけ。よし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 、なんか呼吸トスが一瞬で終わったぞ。おい、ふざけんな、呼吸トスが一瞬で終わったやんけ、ふざけんなよ。ストライクチェンジ、やばい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 。でも対象には取られない。あ、デストロイサムライも無理、悪夢の勝利だろ。エング強い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 、ちょ今効果で破壊されるから選んで破壊やめて。ちょっとあのファイターライコンもやめて、こいつやめて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 、あ、マジカライズもやめて、マジカライズもやめて、やめて。ライラはいい、ライラはいい、ライラはいい、ミニルボンもいい、それもいい、許す。ちょやめて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 、ルミナス、ルミナスもいい、ルミナスもそんなに、あ、ブラックローズやばい。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょ、ブラックローズだけちょっとやめてもらっていいですか。ちょ、ブラックローズだけちょっとやめてもらっていいですか。あ、ワイバーン、あー、それも別にそんなにいいですね。で、レビオニアスか、サバキスか。除外するギミックは今のところないから多分まだ大丈夫だけど、ちょ、やめて、ローズは。ちょ、ローズマジやめて、ローズしたらブロックする。多すぎやしませんかね。間違いないですね。こんな、 なんか対象に取れない効果が破壊できないみたいなモンスターを立てたところで、うわ強い、来た、え、強くない、強いよね。でもさ、これ待って、これビーストライザーしちゃった方が強い説もあるんだよね、これ。普通にこれヘルカイザーでしょ、なんかパーフェクトヘイズする。あ、でも選んで破壊やるか、オーバーフローだったら破壊できない方がいいか。シラと、こことここ戻して、これです。パーフェクトヘイズよ。さあいけ、ペルトンも攻撃表示で召喚、そしてペルトンのモンスターを発動、ヒュードラーを墓地に送って、スピンクスとヒュードラーをデッキから特殊召喚していく。そしてスピンクスのモンスター効果発動、デッキトップモンスターカードを宣言、モンスターを特殊召喚、シュドラーを特殊召喚、そしてレベル6のモンスター3体でオーバーレイネットワークを構築、エクシューズ召喚、現れろヘイズビースト、バジリコック、そしてヒドラーのモンスター効果、墓地のヘイズビーストを2体このモンスターの下に重ねてオーバーレイネットする。見よ、これが史上最強モンスターパーフェクトヘイズバジリコック、かわいい。かわいいんだけど、かわいい、なんかニワトリみたい。かわいい、怖いだろ、かわいい。サイバーロードフュージョンいいだろ、サイバーロードフュージョン、サイバーエンドやめろ、サイバーエンドやめろや、サイバーエンドやめろや、ふざけんなよ、ふざけんなよ、どんだけ弱いこのモンスター。どんだけ弱い。